めリゾートから抜け出すか、はい、うん、何があって抜け出すことになったかっていうのはね、あの、そして参照、やべえ、マジ怖いじゃん、これ落下、落下だよ、落下に近い、落下、車はちょうど来てない、これね、瞬間的に落下するからね、ブレーキが一番大事、うん、もう瞬間的に落下する、落下してる、これ落ちてる、あれ、何さ、これ、アクセル踏んでません、まっすぐ道あとすんじゃない、うん、あそこ60キロぐらい行ったら絶対もう横転するよね、横転するよ、大変なことないよ、横転する自信しかないよ、自信に道溢れてるよ、やばいあれ、さっきの道もある、登る時はローがあるけど1回はないから、そういうのは逆ローみたいなのないから、ハイみたいなのはないから、平行マックスみたいなモードあってもいいのに、ニュートラルか、ニュートラル入れてやればいいのか、あそうだね、ニュートラルでもモロハの剣なんだよな、ニュートラルやるとドライブでアクセル踏めなくなるからな、本当に緊急事態の時じゃない、さっきニュートラル使えばよかったわ、さっきは本当に使うべきだ、ニュートラルの存在忘れて、この辺は別にニュートラル使う必要ないからな、秩父でもありがちな、上りはなんとかなんだけど下りなんだよね、問題は正直下りの方が怖いもん、どれに何を求めているのか、今の枝アップも絶対吉田にこの経験を積ませるためだけだったろなんで倍以上するの、アホなの、ニュートラル、この速度ただ加速するだけ、人はお前ナビ倒したんだ、怖い怖い怖い、うわこれ怖い、チャリだったらイヤホー言ってんだけどな、ニュートラルとガチブレーキでこれ割と、いや本当もベータ踏みしないと止まれない、ここには信号とかって致命傷、普通にそこがドライブ、これ右かね、右来て、いや、あそこ人がいるからか、おい登れ登れ、頑張れ、いや直進なんだから早く行ってほしい、マニュアルっぽい動きしなきゃいけないんだよ、ドライブ
左じゃね。左か。次が右じゃ。そうだね。これ右。これ右だね。あれか、大丈夫か。ちょっとまっすぐ行って。近いのも。悲惨な状態になっているぞ。温泉入れず帰るはめになる。出したら、最近温泉運なくねえか。鼻運あるけど鼻はもういいよ。
マジで山田さんちの家だったんじゃないの。疑惑、ああ疑惑浮上してる。温泉入ることさっぱりするだけじゃなくて、俺が帰り道帰るための体力を養うこともできるからな。ああ、そう、吉田がすごく大変な体力になってるからね、今ってくるから前編3時間ぐらい運転しつつ、海でガチで遊んだ後に飛行館行き、さらに4時間かけて帰るっていう意味わかんないパワーを見せなきゃいけないからな。根本的に海に着いた時点で基礎体力が違うからな。まあな、この問題が表にというか回復しなければならない。まあ俺が運転してもいいんだけど、その場合ね、あの事故った場合のねデメリットがでかすぎる。あ、いやまあね、じゃあ本日は最後の iPhone5 でも起動するか。まだ若干明るさが残ってこのうちに。よし、適当に左側か右側交互に見てくれりゃいい。写真撮ってね。街道だった気がするんだけど、ちゃんと あスタートの合図だ。